方向幕 SL、村上ひな街道号は、2002年より、東日本旅客鉄道が、上越本線で運行している、臨時快速列車、団体専用列車の名称である。新潟県村上市で残されている町屋と、古くから受け継がれているひな人形を、全国の人々に見てもらおうと、毎年行われるイベント、町屋の人形様巡りに合わせて、2002年以降に、毎年運転されている。 列車の特徴として、列車名にもある蒸気機関車による経因が行われている。新津駅を午前、村上駅を午後に発車するダイヤとなっている。2006年の運転までは、新潟駅と村上駅を往復する経路であったが、2007年から2017年は、袋は新潟駅に向かわず、柴田駅からそのまま、上越本線を南下して、車両基地がある。 新津駅へ運行する経路に変更となっている。なお、2006年の運転時における上り列車は、途中の駅で1時間近く停車するダイヤになっており、柴田駅でこの列車より早く、新潟駅に着く普通列車に乗り換えることができた。また2017年度の運行より、新潟駅が高架化されたため、往路も新津駅始発となった。新津駅柴田駅中城駅坂町駅。 村上駅3月19日から20日に運転予定であったが、直前の3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震の影響により、運転取り止めとなった。なお、この時は SL ではなく、デ10系ディーゼル機関車の重連運転による DL 村上比が街道号として運行される予定であった。客車は、当時7号車がグリーン車、客車は、 前年の7号車に続き1から6号車の改造工事で使用できなかったため、高崎車両センターの旧型客車6両を使用した。C57-180 が全般検査志行のため使用できず、高崎支社からも SL を借りることができなかったため、手重経験員となった。なお、以前計画された2011年のように10連として使用せず、短期経員であった。 C57180 が故障し、大宮総合車両センターに入場中のため、使用できず、高崎支社からも SL を借りることができなかったため、往路は EF81 系、袋は EF64 型牽引となった。なお、初日の往路と袋の合間、村上駅で EF81 型をおひな様、ま、EF64 型をお代理様に見立て、両機とも、 ヘッドマークをつけた状態で展示された。村上にちなんで SL 牽引で運転された主な列車を挙げる番外編として2003年及び2004年の7月6日には毎年7月6.7日に村上市で開催する村上大祭にちなんだ SL 村運転区間やダイヤは SL 村上日が解道号と同じであるほか車両は運転期間中だった。 SL 版越物語と共通の C57-180 及び同列車用の客車を使用して運転された。日曜日となる2003年は臨時快速列車として平日となる2004年は団体専用列車として設定されたが、この年以降は同列車の設定はなされていない。なお、C57-180 の動体復元以降における白新線、 上越本線への乗り入れは2003年の当列車の牽引が初めてであった。上記の SL 村上対西号以降は、SL 万越物語運転期間中は、村上への SL 牽引列車の運転が途絶えていたが、2010年9月25.26日、村上屏風祭りに合わせて、SL 村上屏風祭り号が初めて設定された。 2007年より使用している運行台や運行区間をもって2日間運転され、袋列車では一部車両を貸し切って、SL レトロ、ハイボールトレーンと名打ち、ハイボールやビールの飲み放題を提供するサービスも行われた。また、JR が季節ごとに発表する当初の臨時列車運転計画には含まれていなかったが、2011年には9月17.18日に、新潟駅、 村上駅21駅間の臨時列車として設定された。この時は指定席車両が1両であるのに対して自由席車両が5両設定されており、運行主体車の JR は座席指定券が不要 SL 列車であることをアピールポイントの一つとしていた。なお、この年は7月末に発生した新潟、福島豪雨に伴い万越再生が被災し、SL 万越物語は 長期運休となっており、本来は SL 版越物語として、両日とも運転される予定であった。ありがとうございます。